こんにちは、ボンドショップ浦和酒井です。今日はこちら、LC、レクサス LC に、TRD、パフォーマンスダンパー、こちらのお取り付けをちょっと紹介したいと思います。こちら、高橋さんがいつも紹介してくれてて、YouTube ではもう見た方もいらっしゃるかと思いますが、この12の1221のホイールを履いたマットホワイトの LC、 こちらに今回前後パフォーマンスダンパーを取り付けいたします。すごい綺麗、こだわりを感じるチタンパーツですね。パフォーマンスダンパーを取り付けるにあたって前のバンパーも後ろのバンパーも一度取り外しが必要なので、ちょっと今回はその様子も少しお届けしたいと思います。はい、今バンパーが取れました。この中に、そのボディダンパーというのをつけていきます。おお。こちらパフォーマンスダンパーセット TRD、 すごい詳細に書いてある取説がついてるんで、まあ、作業者としてはすごい助かります。ありがとうございます TRT さんで、ショートパーツも全部綺麗に入ってます。ステーとかですかね。で、これが本体、ヤマハのロゴも入ってますね。はい、よっ。前と後ろと2本ですね。で、これが、ボディの左右に取り付いて、フレームの、まあ、その振動だったりを減衰してくれるという、それで安定性が高まるという、そういうものらしいですけども、リアはこんな感じ、ちょっと中見えなくなってしまうんですが、フレームがこのトランクルームの中、右と左でちょっと出っ張ってるところがあるんですけど、そこにベースを取り付けて、まあ、左右をつなぐ形でダンパーを取り付ける、そんな感じですね。まあ、ちょっと写真で分かりにくいと思うんで、実際にバンパーを外してそこを見ていきたいと思います。はい、あっという間ですがついてしまいました。はい、こちらボディダンパーでございます。はい、で、これの取り付け場所はここの奥の、まあ、フレームに直接どちらもブラケットがついてるんですけども、まあ、ここのちょっと下から見るとここにフレームがいるの分かりますか。ここの左右のフレームをこう橋渡ししてあげることで、このダンパーが、微振動だったり、走行中の、まあ、不快なノイズだったりをこう吸収してくれるという優れものだそうです。ちょっと乗ってみないと何とも聞くのかなという疑問が多いんですが、こんな感じで着きました。はい、ではリアも続いて取り付けの方参ります。はい、取り付けましたの図です。ここもボディパネルなんで、ここからこの黒いステー、この三角形の補強が入ってるごついステーで止まってます。これがこっち側も同じようにステーが入ってます。
じゃあ着きました。ここのちょうどグリルの中を見るとわかりますか？ダンパーが見えます。まあここをまじまじと見ることはないのですごく目立ちはしないのですが、これで走りが激変すると言われているので、気になる方はぜひお問い合わせ、そして乗ってみて違いを感じてみてください。ということでちょっとお借りさせていただきました。と乗った感じなんですけども、なんというかこうすごく運転に集中できるというか、こうブル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 するような振動が全く感じないんですけど、道路のこうデコボコだったりは普通にインフォメーションとして来るような感じ、すごくワンランク上の車に乗ってるような、まあちょっと大げさかもしれないですけど、そんなような印象を受けました。なんというかこう車庫帳の減衰を締めたのともちょっと違うような、そんなような印象です。かなりグッドです。さあいよいよじゃあこの LC もいじるとこがなくなってきたんじゃないかぐらいフルカスタムされております。はい、じゃあ LC のお問い合わせも裏手までよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。